クリスマス、面白雑学クイズ、9選。皆さん、こんにちは。福岡カフェ会へようこそ。もうすぐクリスマスですが、今年のクリスマスはいかがお過ごしでしょうか。クリスマスデートで会話のネタになるようにクリスマスの面白雑学クイズを9問ご用意しました。私は家で一人という方は来年のクリスマスデートのためにチャレンジしてみてください。第1問、クリスマスはキリストが誕生した日である、丸か×か。正解は×でした。これは丸だと思った方は多いんじゃないでしょうか。実は違うんです。12月25日はイエス・キリストの誕生日とされていますが、この日が生まれた日ということを裏付ける資料は残されていないんです。私の学校の世界史ではキリストの生誕は紀元前4年と教えられた記憶があります。調べてみると貴族階級でもない限り誕生日が記録されるようになったのは近代国家になってからなんだそうです。近代国家が全国民の生年月日を記録させた理由は、すべての男子を兵士として確保したり、全国民から税金を取ったりするためらしいです。キリストの誕生日にはいくつかの説があり、3月28日、4月19日、5月20日、10月1日などがあります。クリスマスは、キリストの誕生日ではなく、キリストの誕生を祝う祭り、ということらしいです。第2問。クリスマスイブのイブは前日という意味である、丸か×か。正解は×でした。クリスマスが12月25日だから24日のイブは前日という意味だから正解は丸だと思った、そこのあなた。そんな単純なクイズは出しません。イブというのはイブニングのイブです。なのでクリスマスイブはクリスマスイブニングの略なんです。だったら25日の夜もクリスマスイブニングじゃないのと思われるかもしれませんが、違うんです。実はクリスマスイブは12月24日の日没から12月25日の深夜までで、クリスマスは12月24日の日没から12月25日の日没までなんです。なのでクリスマスイブニングは24日の夜のみというわけなんです。あれ、クリスマスが24日の日没からだということはクリスマスイブはクリスマスの一部なの。実はそうなんですよね。クリスマスの期間の中にクリスマスイブが含まれているんです。第3問、キリストが生まれた場所は馬小屋である、丸か×か。正解は×です。これも勘違いされた方多かったと思います。聖徳太子は馬小屋で生まれたというのは有名な話なので、そちらと話が混同してしまったのかもしれませんね。馬小屋というのはよほど身分の高い人の屋敷にしかなかったようです。正しくは家畜小屋です。第4問、サンタクロースは独身である、丸か×か。正解は×でした。そうなんです。実はサンタクロースには奥さんがいるんですよね。言い伝えが2つあり、サンタクロースの奥さんのことをイギリスやアメリカではミセスクロース、フィンランドではヨウルムオリと呼んでいるそうです。ミセスクロースの方はサンタクロースと同じようにメガネをかけた心優しい白髪のおばあさんで、サンタクロースを陰から支えるサポート役なんだそうです。一方でフィンランドのサンタの奥さんはミセスクロースとは反対で、自己主張が強く真の強い女性なんだそうです。一説によるとフィンランドのサンタの奥さんは魔女の家系なので特殊能力を持っているとか、スノーモービルを猛スピードで乗りこなしてしまうのでサンタクロースは奥さんの運転する車には怖くて乗らないそうですよ。第5問、サンタクロースといえばトナカイですが、実はこのトナカイは10匹いる、丸か×か。正解は×でした。正しくは9匹です。それぞれのトナカイには名前があり、ダッシャー、ダンサー、プランサー、ビクゼン、コメット、キューピッド、ドナー、ブリッツェン、ルドルフと呼ばれています。真っ赤なお花のトナカイさんはという有名なクリスマスソングがありますよね。実はこの歌詞に登場するトナカイはこの9匹の中の1匹なんです。さて問題です。どのトナカイがこの歌詞に登場するトナカイでしょうか。正解はルドルフでした。ルドルフはあの有名な赤鼻のトナカイなんです。彼はソリを引く8匹の先導役なんだそうです。暗い夜道はピカピカのお前の花が役に立つのさと歌詞にもあるように、ルドルフはサンタクロース絶賛のトナカイなんです。第6問、
昔、サンタさんが煙突から入っていたのは、煙突以外の侵入経路が厳重警備で、やむを得なかったから。丸か、×か。正解は、もちろん×です。サンタクロースが煙突から入る理由には、深い感動的なエピソードがありました。サンタクロースの始まりは、4世紀頃にトルコで司祭だった、聖ニコラウスさんだと言われています。彼がまだ司祭になる前の話ですが、彼の近所に貧しい家庭があり、そこには3人の女の子がいました。しかし、あまりの貧しさのため、誰かを売りに出してお金にしなければならなくなりました。それを知った聖ニコラウスは、何とかして助けてあげたい、と思い、煙突から金貨を投げ入れたところ、その金貨が偶然にも暖炉の近くにあった靴下へと入ったのです。その金貨のおかげで、女の子たちは身売りをされずに済んだわけなんです。この聖ニコラウスの心優しい行いから、サンタクロースのプレゼントは、靴下に入れるという風習が誕生した、ということらしいです。煙突から入るようになったのも、このことが由来です。ちなみに、サンタクロースは、聖ニコラウスであるセイントニコラウスがなまって、サンタクロースになったと言われています。第7問。世界的に、サンタの衣装は赤い、と広めたのは、実はコカ・コーラ社である。丸か、×か。正解は、丸でした。実は、今のサンタさんのイメージは、コカ・コーラ社が広めたんです。1931年にコカ・コーラ社が、販売促進キャンペーンに描いた絵がきっかけで、今のサンタさんのイメージが定着したそうです。それまでのサンタクロースは、色彩や服装などは様々で、統一されていなかったみたいですね。そこで、コカ・コーラ社が、アメリカ人画家のハッドン・サンドブロムさんに頼んで、コカ・コーラの公式商標である赤と白を使って、真っ赤な衣装と白い顎ひげのサンタクロースを描かせたのです。こうして、今なおクリスマスシーズンのシンボルとして、世界中で愛され続けているサンタクロースが誕生したというわけなんです。第8問。イタリアでは、魔女がプレゼントを運んでくる。丸か、×か。正解は、丸でした。そうなんです。日本では、クリスマスにサンタクロースがやってきて、子供たちが寝ている間にプレゼントを置いていきますが、イタリアではそうではありません。なんと、ほうきに乗った魔女のおばあさんがプレゼントを持ってくるそうです。そして、面白いのが、サンタクロースは、誰にでも優しく、分け隔てなくプレゼントを配るイメージがありますが、イタリアの魔女は、悪い子にはなんと、炭を靴下に入れていくそうです。朝起きて、ワクワクしながら靴下を覗いてみると、容赦なく詰め込まれた炭が入っていたら、もう、号泣ですよね。第9問。日本初のサンタクロースは、袴とちょんまげ姿で刀を持った、殿様スタイルだった。丸か、×か。正解は、丸でした。明治8年に、クリスチャンで実業家の原種明さんが、日本初のクリスマスパーティーを開催しました。なんと、ここに現れた、日本初のサンタクロースは、袴にちょんまげ姿で刀を持った、まさに殿様スタイルでやってきたそうです。会場は大いに盛り上がったそうですよ。いかがでしたか？何問正解できましたか？今年のクリスマスデートの話のネタにしていただければと思います。ブログ記事も作成しましたので、復習用にご利用ください。余談ですが、皆さんはサンタさんをいつまで信じてましたか？私は小学校4年生ぐらいまで本当にいると思っていました。毎年、クリスマス前になると父親から、今からサンタさんにメール送るから、欲しいもの教えて、と言われて、お父さんすごい、サンタさんとメールできるんだと、びっくりワクワクしてました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。